世界の皆さん、こんにちは、おはようございます、こんばんはではないね、今こんにちはだ。今日は前からなんか私のインスタフォローしてる人は分かってるっちゃ分かってると思うんですけど、今動画の投稿が滞ってる理由がパソコンが壊れてて動画の編集ができなくて、それでずっと上げれてないっていう状況だから、あの今日は iPhone で撮って iPhone で編集してそのまま上げようかなって思ってたんですけど、そうするとクオリティも下がるし画質も落ちるし、なんかすごい簡単になっちゃうのが私嫌で、あんまりやりたくなかったんですけど、でもなんかパソコン新しいの買うまで時間がかかりそうだから、こういう感じの動画を撮ることにしました。で今日はなんかメイクをしながらチャットみたいな感じでちょっとお話ししようかなって思ってるので、バレンタインも近いし恋愛についての話とか聞きながらこのメイクのやり方を見たい人は続き見ててください。はい、じゃあこれですっぴん状態プラス前髪上げてみたいな感じなので、これで動画撮っていきたいと思います。まず最初にまあ保湿とかまで行ったら普通は下地からとか行くんですけど、でも最近の毎日メイクではその保湿が十分下地になってくれてるので、でその時に使ってるのはこのニュートロジーナ、日本語の名前わかんないんだけど、ニュートロジーナニュートロジーナのあのこの青い缶に入ってるクリーム、缶じゃないわ、青い箱瓶なんていうのに入ってるクリームを使って保湿をしてます。で最近はなんかとりあえず肌の調子を整えることを最優先にしてるから、今でもちょっとニキビ跡とか残ってるけどだいぶ良くなって、でそれでそのためにもって言ったらあれなんですけど、ファンデーションってめちゃくちゃ毛穴塞いじゃうから、ファンデーションなるべく使わずにどうやってその後隠しだけするかってなった時にいつもザセムのチップコンシーラー使ってます。でこれは 1.5 番を私使ってるんですけど、正直私夏の時めっちゃ肌焼けてたからまだこの肌色に合ってたけど、ちょっと今の私のあれよりも暗めっちゃ暗めだと思います。でもまあ馴染ませればそんな気になるほどでもないので 1.5 番使ってます。でこの気になるところをにのせて隠していこうって感じです。で手が綺麗なら、私さっき手洗ってきたので指で馴染ませます。でこれで必要最低限のカバーしかしない。で他のところはその毛穴に詰まらないようにって言ったらあれだけど、肌を休憩させてあげることでなんか調子良くなったのかなって最近は思ってます、自分で。でもまあそれは人それぞれだから、私も時にはファンデーションがっつり塗る時もあるけど、毎日メイクって言ったらもうコンシーラーだけで済ませてますいつも。でなんかトン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 って指でなじませながら、明らかにここコンシーラー溜まってるっていうのが見えなければ正直そんなに気にしてません。しかもなんか気になるところ以外は私むしろ残したい派だから、見れば分かると思うけどそばかす結構好きだから、そうそばかす残したりとか。一応インスタで私のインスタフォローしたかったらアットマディランサムで検索すれば出てくると思うんですけど、インスタで質問っていうかなんか話すネタちょうだいって言って、それでバレンタインに関連することがあればなんか教えてほしいっていう感じで、あのネタをお話のネタを募集したんですけど、でその時になんか書いてくれたやつについてちょっと話していこうかなって思います。で一番最初に来てた質問がなんか大人の恋愛と恋の違いみたいなのについて話してほしいって感じだったんですけど、なんかどうやって説明すればいいんだろうね、大人の恋愛と恋の違いって。大人の恋愛っていうか、なんか大人は本当の大人はね、なんか完全に成長しきった大人って恋愛は駆け引きとかそういうのも気にしないみたいなのが一番大きいと思う。もうなんか好きなら好きで、興味ないなら興味ないで、そのまま進んでくっていうか、そのまま進んでいかないと、もう婚活とかしようとしてるとさそんないちいち駆け引きとかして楽しんでる余裕がないって言ったらあれだけどみたいなイメージが個人的にはある。今チーク塗ってます。でもそれ以外のところで言うと、結局なんか恋はまだ淡い気持ちなのかなって思う。愛までいかないじゃないけど、その英語で言う like と love の違い、恋してるってなるとなんかこの人のこと好きだなみたいな感じのイメージがあります個人的には。でも実際そうなのかは
知らない。眉毛やります。 MAC のジェルクリームディープダークブルネットのアイブロウジェルを使います。次書いてあった質問は、浮気された方が悪いのかした方が悪いのかっていう。明らかにした方が悪いでしょ。なんかそもそも浮気できる度胸って言ったらあれなの、よくそんなことできるねって思う。そんな自分のこと愛してくれた人に対してさ、そんなになんか愛される自信ないのってなる。多分浮気してる人の心情って結局自分は置いてかれるのが怖いとか、そのいつかは愛されなくなるのが怖いから先にもうなんか先手踏んで相手のこと傷つけちゃおうっていう思考回路が出てくるから浮気しちゃうんだろうけど、そういう思考回路になってる時点でもうすでになんか勝ち負けのゲームじゃないけど負けてると思うって言ったらわかる。もうそういう風にしかその恋愛関係を見れないんだったらしない方がマシって私は思います。だから浮気症の人はずっと浮気するんだと思う。結局どっちにしろその自分の彼女とか彼氏との恋愛関係を続けていく自信がないから、それでもういいやっつって結局その関係をポイしちゃってるってことでしょ。いやそういう人の心情は信じられないけど、でもまあいるんだよね。そういう人がされたことあるし、私もははって感じだけど、本当にしたされたもん、なんかされた人が悪いっていうのはなしだ。それはね、浮気した側のただの言い訳。本当に絶対にそう、されて傷ついてる人たち本当にあなたは悪くないから。じゃあアイメイクに移っていきたいんですけど、アイメイクは最近は私ライナーとマスカラが基本です。で気分によってはアイシャドウをつけるみたいな感じで、最近ハマってるのはライン描いてからその日のなんか目の形っていうのを決めて、それでライナーに沿ってアイシャドウの形決めていくみたいな。でもなんか普通ってさ、アイシャドウ描いてからライナー描きたいじゃん。でもなんかそのアイシャドウの形をライナーに沿って決めるのが最近好きなので、最初にライン描いていきたいと思います。男の子の本気の恋愛と遊びの見分け方、むしろこれさ男子いたらコメントしてほしいんだけど、私の個人的な今までの見解で言うと、男子は本当に好きだったらちゃんと分かる行動をしてくれる、アプローチかけてくれるし、そのちゃんと伝えてくれるし、まあその最初の方はシャイかもしれないけど、それでもさ、そのあこれはなんか男子ってあんまり駆け引きしないと思う。むしろ駆け引きしてその気引いたりとかしてる男子は遊ばれてるって思った方がいいかもしれないって言ったら分かる。その本当に好きだったらちゃんとメッセージも返すし、むしろ会いたいって思うからたくさんその遊びたいっていう連絡をしてくれると思うし、だけどいろいろアイライナー引けたからこの上からシャドウ重ねていこうかな。最近ハマってるシャドウの色がこの私の大好きエルフの鮮やかなピンク色、こいつを思いっきり撮って、結構たくさん撮ってなじませても発色する。そうだから遊びと本気の見分け方としては、本気だったら分かるよっていう話。逆になんか駆け引きしなきゃいけない、ゲームしなきゃいけないってなんか向こう側が思ってるうちは遊ばれてるっていうか、少なくともさ好きにはなってないから、そういう風に考えた方がいいと思う。これについては賛否両論あると思うから、なんか男の子たち間違ってたら教えてほしいし、ただのシャイな装飾系な男子っていうあれもあるかもしれないけどさ、でも普通に逆に遊ぼうとしてる男子はもうなんか何でも聞きたいこと聞かせてくれるし、思ってもないのに平気で嘘つくし、ファッキューって感じなんだけど、でも本当になんか本気と遊びの違いって分かりやすいから、逆にそのこの人本気なの遊びなのって思ってたら遊びかもしれない。てか大体遊びって思っちゃう私は。可愛いでしょこのピンクのアイシャドウ、やりすぎかな、私結構可愛いと思うけど。マスカラしていきます。彼女がいる人を好きになった時はどうするべきか、はあ、いい質問じゃいい質問。あのね、なんか彼女さんがいる人を好きになること自体は何も悪くないの、それむしろどうしようなんかどうしようもないことだから、自分の気持ちだけど、だけどその彼女さんがいる人をその彼女さんから奪おうって思うのはちょっと違う気がする。私はなんか自分最近そういうシチュエーションになったことないから何とも言えないけどさ、でももう彼女さんがいるなら諦めるのが一番早いと思う。
むしろだってその人はさ、その彼女さんと一緒にいたいから付き合ってるわけじゃん。でそこにあなたの存在が現れたとしても、結局その人たちの関係を壊した上であなたがその人と一緒になれたとしてもさ、結局その人は彼女さんからあなたに乗り換えてやっと付き合ったわけじゃん。でそうなった時に、じゃあいざ自分が彼女になって安心かって言ったら、結局同じことをされる可能性がでかいってことじゃん。だからそういうのはね、ほっといた方がいいよ。その友達いるのは問題ないけど、もしその後に別れたらアプローチかければいいと思うけどさ、それまではそっとしといてあげてください。絶対そっちの方がいい。わかる？この違い。こっちがウィズマスカラ、こっちがウィズアウトマスカラ。このマスカラめっちゃいいんだけど、メイベリンのハイパーカールパワーフィックスのやつ。 OK。 でこれマスカラできたらアイメイクは個人的には完成です。で最後リップなんだけど、最近ハマっているのはグロスと色みたいな感じかな。結構使えるんだよね。でトゥルントゥルンになるじゃん。でトゥルントゥルンになった上に、私の好きなこのセフォラのテラコッタ色のリップを、すごいこれですごい薄く重ねると、なんかいい感じのチェリー色のグロスになるんだよね。最後の質問だけ答えて、で前髪を下ろして完成にしたいと思います。バレンタインあげるか迷ってる。もう勢いであげちゃえ。それは勢いであげちゃえ。大丈夫だよ。バレンタインのチョコなんてさ、誰が発明したか知らないけど、すっごいいい機会なんだから、もし気持ち伝えたいって思ってて勇気出ないなら絶対に渡した方がいい。迷ってるなら特に絶対に渡した方がいいと私は思います。じゃあこれで今日のてか今日のっていうか、最近の毎日メイク完成なんですけど、もうなんか本当に申し訳ないぐらいに私のパソコンが壊れちゃって、動画が編集滞ってて、でそれでどうしようってなった時に、私スマホで編集するのあんまり好きじゃないんだけど、やっぱり動画出したいからスマホで撮って、スマホで編集して何かしら載せたいって思った時に、なんかメイク動画しながらペチャクチャ喋るの好きだなって思ったから、こういうの結構これからパソコン直るまでっていうか、新しいの買えるまでは出していこうと思うので、ネタとかあれば教えてください。あとはバレンタインに向けてとか、あとはなんかもうちょっと海外風っつったら海外風のメイクしてみたいとか、なんかこういうの見たいみたいなのがあれば、例えばオレンジ系、ブラウン系、ピンク系とかね、あれば教えてほしいし、話す内容もこういうことについて話してほしいですっていうのがあればコメ欄お願いします。でなんか良かったなって思ったらグッドボタンもお願いしたいし、これからもこういう系の動画見たい人はチャンネル登録お願いします。もうすぐ1000人いくのでお願いします。じゃあ今日の動画はこれで終わりたいと思います。インスタもよかったらフォローお願いします。じゃあ次の動画で会いましょう。